私たち虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会でーす。イエーイ。はい、今日はテーマがありまして、うん、テーマがありますか。虹ヶ崎幼稚園っていう感じの髪型にしようと思ってきました。幼稚園の新しいです。幼稚園の幼稚園が一番年長さんです。あ、年長さん、年中さんです。私何、年少さん、年少さん、年少さんです。虹ヶ崎幼稚園なんです。そしてこの怖い怖いシーンじゃない、これ怖いやつ、これちょっとびっくりなシーンでしたね。怖かったな、はい、これ3話です。怖かったな、はい、これ3話だったっけみたいな感じだったんですけど、3話だったこれ。そう、あの影がね、これの前にちょっと見えてるっていうやつだったんですけど、うん、はい、まあホラーではないですね。伝説の回ではあるんですけど、ホラーじゃない、みんなホラーって言ってるけど、ちょっと怖かったもん、あそこの怖かった、あはははみたいな。いやでも、怖い、いつも、うん、まあ、あのなんて言ったらいいんだろう、あの今回はたまたま見つけて、なんか今回はってのがまた怖いのよ。あのたまたま見つけて、ちょっとあ声かけようかなって思ったら、ちょっと喋ってたからどうしようかなってなってたっていう。これいいよ、セリフも、セリフもね込みでちょっと怖かった、ね、今回はね。そうですね、うん、いや怖くないですよ、怖くないですよ。偶然です。偶然にも鉢合わせちゃうなんて、やっぱり二人は仲良しだっていうのがよくわかります。これね、全部ちょっと聞き取れないかもしれないけど、全員のいいところを言ってるみたいな。そうなんだよ、なんか十何人いてそれ分くださいって言われた時に、う、うん、どうすんだろうと思ったらね、ね、そう、ひなきちゃんが一人一人を好きな部分を言い出して賢いと思ったもん、私。みんなのときめきポイントをめっちゃ言ってた。なるほど、ね、今日も可愛いよみたいな、そうそうそう、一生懸命とこいいよとか言ってくれてて、ちょうどそれで多分、ね、すごい嬉しかった。すごかった、ね、うん、これね、そう、あゆむちゃん特に長かったような記憶があります。しっかり言ってくれてたような記憶があります。どうだったっけ、はい、ちょっと記憶があれ、うん、思い出せない。まあ皆さんよかったの、はい、見直して、ね、ちょっと聞き比べてみて、ちょうどこの後にもね、はい、ゆうちゃんがいっぱいだとあゆむちゃんも一人だけなんて選べないよっていうセリフがありました。そうだね、はい、でも必ずゆうちゃんは選ぶっていう、あ、全員ゆうちゃんだからね。はい、あーへー、うん、はい、何番ですか。あー、5話、5話のこれね、かりんぱいせん、かりんぱいせんです。かわいいかりんちゃん、ね、あなたの卒業崩壊見せちゃうのみたいな、ね、そう、エママってエマにはつぶけてるのが超かわいかったですね。この笑顔をきっと見てるってことだよね。そうだね、エマちゃんには見せてるんだよ、私だけにね、そうだね、私だけに見せてる。そうです、エマちゃんだけに見せてます。起こしてあげてるからこそですね、はい、決してアイちゃんには見せてないんだよね。アイちゃんにはそう見せてない。そうなんだよね、同じさ、やっぱ寮にね、一緒に住んでて、で起こしてって頼まれてるから、うん、と、というか起こしたいんだろうね、エマちゃん。そう、ね、これはでも毎日起こしたくなる、これは起こしたくなる、カリンちゃんも起こしてほしいよ、エマちゃんだけにさ。そうだよ ね、 ね、素晴らしいね。やった、幸せになるよ。幸せに、幸せになろう。そうですね、可愛かった。あ、みんなお幸せにって言ってるよ。 あ、よかった、ありがとう。よーよ、幸せになりますね。はい、よかった、クリクリってやつ。幻の回ですよ、これは。何、浮気ですか。大丈夫ですか。確かに、でも最終的にはこれが、あ、まあ確かにね、かに、これのためのこれのために2人で、あのこうやってね、これに気づいたのね。そう、ね、でもこれに対してさ、ゆうちゃんが喧嘩だと間違えちゃってるのが可愛かった。頭突きしてるから ね、 ね、でも初めてしたヤギがこう頭突きする。そうだね、挨拶みたいな。そうそう、仲良しのね。そう、うん、びっくりしちゃったけど、でもこの行動私もよくするので。え、え、誰に。でもこれされた記憶ないけど。本当、よく私人にこうやってやってる。そう、ああ、あーなの。あ、ちょっとあの過去を思い出した。確かにやられたかもしれません。あの、そうそうそう、あれね、
楽しい時ね。あと楽しい時、楽しくなっちゃった時ね。楽しい時、テンションが上がって楽しくなっちゃった 時、確かにこうなってるわ。ねえねえねえなってるわってよくやるから。確かにそういう時離れるから、うん、確かに逃げてるからね。逃げてるからかも。やるからすごい、なんかここはすごい共感しながらこの回ずっとやってた気がします。猫のね挨拶とか。そっか、じゃあ感情移入もしやすく。さすがにおでことおでこはないでしょ。おでことおでこは猫でしかやらないから。あ、確かに猫とは猫を吸いたい時にね、挨拶しますね、おでこくっつけて。ーテーマは、うん、〇〇沼にハマったあなたとのときめき演技。なるほどですね、はいはい。最近多いですよね、何沼みたいな、ね、そう、最初意味わからなくて、あ沼、本当に沼地にハマっちゃうリアルの方のね、あなたー、ね、そう、あの本当にもう助けてあげるねー、待っててねー、私も引っ込まれるみたいなこと、うん、一緒に沈もうねって怖い。あでも意味は似てるけどね、そういうあのリア、そういう沼みたいにこう引きずり込もうみたいなね、この自分が好きな界隈にというか、そういった意味でよく沼っていうんじゃないですかね。ね、沼るとか確かに聞いたことがあるなって思って、沼みたいにもう戻れないぐらい好きになっちゃうみたいなね。はい、ということで挑戦するね順番を二択じゃんけんで決めていきたいと思います。二番目がいい、二番目がいい、二番目がいい。青春、最初はラブ、虹が咲いたらじゃんけんぽい。やっぱ私じゃんけん強い。最初はラブ、虹が咲いたらじゃんけんぽい。よっしゃい。じゃあ私2番で。じゃあ1番かな。やっぱとりあえずちょっとお姉さん、エマ先輩お願いしていいですか。やだ、やっぱ先輩2番がいい。やっぱ1年生の私が1番。お姉ちゃんだから。やだ、1番がいい。1年生の私が初めて始めます。鳥です。やだ、やっぱ3年生が鳥やった方がいいと思うんでね。やっぱ1年生からいきましょう、うん、やだ、チュンチュンだし、はい、鳥です。ミュージカル沼にはまり、会話までミュージカル調になったあなたに一言。うん、いけそうですか。やってみますか。おじゃあ、まゆちのときめき演技スタート。先輩、かすみんはかっこいい先輩にラブラブになりました。これからもかすみんの王子様でいてくださいね。こういうこと？ちょっと正解が分かりません。ラビュラビュ。ラビュラビュって。ラビュラビュってこと？あの、かわいい。そういうこと、そういうこと。うん。ときめいた皆さん。ときめきましたよね。うん、これどうなの？一発目にこれはどうだったんだろうね。わかんない。でも審議中だって。よかったよって。審議中って言ってる。審議中？嘘でしょ？誰と審議してるんだ？ときめかなかった？ときめいたよ。そうですよね。あ、怖い怖い。誰と審議されてるんですか？まあでも悪くないんじゃない？かわいいんじゃない？まあ、まだ事故んないでしょ。かわいいかわいい。語尾ににゃんをつけるほど猫沼にはまったあなたに一言。いけますか？やってみましょう。それでは、はい、アグちゃんのときめき演技スタート。ん？にゃん？あー、すごい可愛すぎるね。猫ちゃんになっちゃったのあなた。え？私も一緒に言うの？あゆにゃんだにゃん。おお、いいじゃない。いいじゃん、かわいいじゃん。いいじゃない。いいよいいよ、かわいい。A ですか。大変いい、はい、いい流れでしたね。はい、終わりです。じゃあ鳥ということで。これは鳥ということで、はい、じゃあチュンヌが、皆さん完璧に楽しんでいただけましたでしょうか。完璧にあなたをときめかせます。これ結構やばいやつ残ってるじゃないですかね。なんかもう終わりじゃないわ。結構やばめのが残ってる気がしますね。やだ、やばかったんだよな。出た。あ、どれだ、どっち引いた。だってそっちがそれ引いたってことはさ、こっちはこれを引くしかない。あれかこれかじゃん。あれかこれかって言ったらこれになるわけじゃん。え、何が残ってんの？あれかこれかじゃない。いやでもそれかこれかだって私的には。え、なに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 、そっちで。オッケーオッケー。ですね、ラップ沼にはまり会話までラップ調になったあなたに一言。え、だからもうあなたが急にそのときめくにはさ、ね、乗ってあげなきゃじゃない。そう、キャップとかかぶってヨーヨーヨーってこと。エマさん、エマさんって言ってきてるんだよ。これ乗ってあげた方がいいでしょ。多分あれだよ、あのラップバトルしに来てるよ。ラップバトルしに来てる。ラップバトルしに来てるよ多分これ。チュンルン、エマちゃんのときめき演技スタートです。え、
ワンフレーズだけ参加してみようかな。ヨーヨーエマだよ、スイスからやってきたよ。もう一声エマちゃんとってもあなたが微笑ましい。すごい、エマね、微笑ましいね、はい、ね、うん、すごいじゃん。ダジャレというかになってて、でもラップってそういうことだよね。ダジャレでちょっとしのぎました。いや、素晴らしいじゃないですか。かわいいって。やけどじゃない、アイさんにも勝ったんじゃない。ダジャレもできて、あの、そういうことで。カリンちゃんカリンちゃんに見てる。カリンちゃんも見てるよ、きっと。あなたもカリンちゃんも。やった、リョーランビクトリーロードの衣装を着たメンバーたちの新商品が盛りだくさんです。これかな。はい、ここに飾ってあるのがトレーディングアクリルブロックです。あれあれ、カシミンはいらないのです。カシミンはいらない。あれ、うん、むしろゆいちゃんと一緒。あ、何かが飛んで、ランジュが飛んじゃった。ランジュが犠牲になりました。もうこっちに置いて、ランジュは犠牲になりました。これさ、生放送始まる前にさ、私さ、ゆうちゃんとあゆむちゃん隣したのに、誰かのさ誰かによってさ変えられたの。ひどいよ。ひどいよね。ひどいよ。はい、こっちに逃げました。あ、ちょっと散らばったけど後で片付けます、うん、エンディングに出てくるゆうちゃんとメンバーそれぞれのシーンがアクリルスタンドとなりました。めっちゃいい。もうあゆむちゃんとゆうちゃんが一番お似合いや。え、あゆむちゃんと、え、いや、かすみんと見てよ、ゆうちゃんとかすみん。いや、あゆむちゃんの方がお似合いだろう。抱きついて、はいよね。そうだよ。え、ね、ほら、もうだって寒い時しか抱きついてもらえないから。あゆむちゃんは寒くなくても抱きついてもらえるんだ。え、でも寒くなくても抱きついてもらってたっけ。そうです。そうだっけ。ねえ、ランジちゃん、そんなことなかったですけどね。そうそう、あるって。お似合いに決まってるじゃんね。こっちで幸せになるんで。ね、そうですね。そちらも幸せ。じゃあこっちに加担してもらっていいですか。こっちに加担してもらっていいですか。はい、こちら2つの商品はこの後22時30分より受注受付がスタートいたします。あゆむちゃんは恋人だって。恋人ね、なんかすごいね、羽生えてる。羽生えてる。やっぱあゆむちゃん天使だったんだ。羽生えたのか。打点しないか心配ですね。打点しません。ちょっとでも確かにしそうな。打点はしません。打点しそうな雰囲気してんの。なんなら、あの、今エマちゃんの方向に向いてるから。そうか、エマちゃんとカリンちゃんも応援してくれてるんだ。そう、ひっつけちゃうぞって言って。ああ、ありがたいですね。愛のキューピッドにもなる。キューピッドです。ちょっと素晴らしい。怖い雰囲気あるな。素敵ですわ。